はい、ごきげんよう、みつけんまです。今日もオクトパストラベラーやっていきたいと思います。今回から、オフィリアちゃんの第3章をやっていきたいと思います。どこだ、あ、ここだ、ゴールドシュア。じゃあ向かっていきましょうか。はい、じゃあ行きましょう。はい、オフィリアちゃん第3章。式年奉火の儀式のため次なる訪問地ゴールドシュアを訪れたオフィリア。そこで久しぶりにある人物と遭遇する。え、誰だ。よし、やっていきましょう。前回までのあらすじ。20年に一度の式年奉火の儀式、その最初の目的地であるセントブリッジで無事に儀式を成し遂げたオフィリア。その町で出会い導いた3人の子供たちも聖火に祈りを捧げるたび彼女を思い出すことだろう。種火はその運び手の心を映すと言われています。オフィリア様の種火は優しく温かい炎。子供たちもあなたの優しさに救われたはずです。セントブリッジのバルトロ司教の言葉を胸に刻み次の聖火へと向かうオフィリア。かくしてゴールドショアにたどり着いたが。ここがゴールドショア。次はこの町の聖火ですね。そしてあとはフレームグレースに戻り大聖火に注ぎ火を行うだけ。お、じゃああと一箇所、ここだけなんだ。式年奉火の旅もあと少しで終わりです。あら、あの方は誰。え、誰だ。お、レオニール商会のマティアスさん、こちらにいらしていたのですね。誰だっけあれ、こんな人あったっけ。これはオフィリア様、ご無沙汰しております。あの時はきちんと挨拶もできず申し訳ございませんでした。いえ、お気になさらず。しかし大司教様がお倒れになるとは。式年奉火もリアナ様に代わってオフィリア様が執り行われているとか。誰だっけ、マジで誰だっけこの人え、でもあのお父ちゃんが倒れたの知ってるから1回目に出会ってるはずだな。突然のことでご苦労も多いでしょう。いえ、私が望んだことですので。それに紹介の方々がリアナのためにしてくださった準備、今私の役に立っております。本当にありがとうございました。いえいえ、どうやらかえってお気を使わせてしまったようですね。ぜひそのお優しさで人々をお導きください。病気や貧困、そして戦乱や天災など人々の苦しみはつきません。昨今は聖火の教えに異を唱える者まで現れていると聞きますから。そうなの。それは悲しいことです。いや、余計なことでした、申し訳ございません。まずは式年奉火の儀式を必ずや成功させてください。私もお祈りしております。はい、ありがとうございます。それでは私は仕事がありますのでこれで失礼いたします。しばらくこの町におりますのでまたお会いできればと思います。では。では。あ、誰だっけねこの人なんだっけね。お、大聖堂に向かう。はい、その前にパーティーチャット。オフィリア、さっき話していたのはフレイムグレースでお会いしたマッティアスタンという商人の方です。式年奉火の旅支度もお手伝いしていただきました。いた。そうか、ここでまた会ったのも何かの縁だな。そうですね、今回の旅は良い縁に恵まれていると思います。こうしてハイットさんとも出会うことができましたし。なんだ、どうした。いや、その何でもない。大丈夫ですか、急にお顔が赤くなったような。テレテンちゃん、かわいいちゃん。よし、じゃあ向かうか、大聖堂。どこだ？この上か。はじめまして。式年奉火の運び手、オフィリアです。
司教様でいらっしゃいますか？おっと。お、これはオフィリア様。お待ちしておりました。え、なんどうした？挙取り散らかしてるけど。ん？どうかなされましたか？顔色が優れないようですが。なんだ？いや。なんでもありませぬ。申し訳ございません。おっと、ご挨拶が遅れました。この教会を預かる、ドノーバンと申します。ようこそ。このゴールドシュアまでよくいらっしゃいました。ええ。多くの方々のおかげで、なんとかここまで来られました。この町の皆さんにも、聖火の加護と祝福がありますように。なんだ、どうしたんだ？あの、ドノバン司教様？ああ、申し訳ない。その考え事をしておりました。実はまだ儀式の準備ができておりませんでしてね。あ、そうなの？何しとるん？でも火燃えてるけど、ダメだあれじゃ。何でしょうか？いや。何でもございません。なんだ？オフィリア様はしばしご休息を。私は儀式の準備を進めますので。どうしたんだ？なんか人質でも取られてる？なんか変な感じだな。司教様どうしたのでしょう。心ここにあらずといった感じですが。あら、あの男の子。なんだ？あ、逃げちゃった。なんだあのキッズ。追いかけようぞ。どこ行くん？なんだ？あの子はどこに行ったのでしょうか？オフィリア君。おや、どうしたのかな？サイラスさん、実は。なるほど、隠れてこちらを見ていた子供か。はい、でも私に気がつくと走って逃げてしまって。何か思い悩んだ表情でした。できれば力になってあげたいのです。君は本当に優しい子だね。わかった。私も手伝おう。ありがとうございます。君が他人を助けたいと思うように、君を助けたいと思う者もいるだけさ。さて、子供の足なら相当奥に行けないだろうね。だから急いで探すよりも見落とさないように慎重に探そう。こういう時こそ急がば回れだ。賢い会話だ。あれ、まだある。待って、ちょっと。オフィリア。あの司教何かを隠してるな。やはりそう思いますか？あんたの話を聞いていないようだった。心配事を胸にしまっているのだろう。隠し事には向いていないな。嘘をついたりごまかしたりすることが得意な方には見えませんでしたね。人狼下手そう。でも心配です。きっとすごく困っているはず。あんたをはめようとしているかもしれないぞ。司教様にも事情があってのことでしょう。その事情が解決したのなら、正直に胸の内を明かしてくれるはずです。人よしが過ぎないか。そうでしょうか。司教様も私たちに危害を加えようというわけではなさそうですし、もう少し様子を見てみようと思うのです。あんたがそう言うなら別に構わないが、やれやれ。やっぱなんか隠してるよね。みんなそう思ってんだな。よし、キッズを探すぞ。あ、いた！キッズ！よかった。あなたを探していたのです。え？僕は何も知らないよ。何を見てたの？何も言ってないけど。安心して。落ち着いてください。私はまだ何も言ってませんよ。ああ。オフィリアです。私は新刊のオフィリアです。あなたのお名前は？ダニエルです。ダニエル君ですか？とってもいいお名前ですね。はい。かわいい。それで？ドノバン司教様に何かご用だったのでは？え？なんだ？ご用？実は。なんだか司教様の様子がおかしいのです。なんか知ってる？それで？司教様なんだか焦っているというか、何かに怯えているというか。それは、
お願いです。ダニエル君、教えてください。お困りでしたら私も力になりますから。実は僕、司教様に手紙を渡したんです。うん、手紙？うん、知らない人から司教様に渡してくれって言われて。ほう。でもその手紙を渡したら司教様が青ざめてしまって。誰から？司教様のあんな顔は初めて見ました。うん、ダニエル君はその手紙を読んでいないのですね。手紙を渡したのはどんな人でしたか？分かんない。この町では見たことがない人でした。誰だろう、見たことがない人。ありがとう、ダニエル君。もう一度ドノバン司教様と話してみましょう。でも最近来たのって商人の人ぐらいしかいなくね？あ、ダニエルを導くだって。ああ、司教様、僕が手紙を届けたせいで。いや、そんなことないよ、大丈夫だよ。共に参ろう。聖火の加護とし、僕、司教様に謝らなきゃ。行くぞ。オフィリアさん。何でしょう、ダニエル君。実は僕、司教様に悪いことしちゃったかな。いいえ、そんなことはありませんよ。私が一緒に行きますから、お話を聞いてみましょう。ありがとう。本当？ありがとう、フィリアさん。いやで。よし、行くぞ、一緒に。お話を聞かせてもらおうか。オフィリアです。ドノバン司教様、オフィリアです。なんで？オフィリア様、それに君は。はい。ダニエル君が司教様とお話ししたいそうです。そうですか。司教様、僕が渡した手紙のせいなの？いや。どうなんだ？だって。僕が手紙を渡してから司教様おかしいんだもん。いや、君のせいではない。これは私の問題だ。何か悩み事があるのでしたら、どうか話していただけませんか？私でよければ力になります。ですから、一人で抱え込まないでください。オフィリア様。それで？手紙には何が書いてあったのですか？なんだ？そんな言いづらいの？これ以上の隠し立ては無理のようですな。あ、手紙。ドノバン司教へ。お前の娘は預かった。返して欲しければ。式年奉火の種火を奪い、海岸の洞窟に持ってくること。なお、このことを誰かに話した場合、娘の命はないものと思え。これは誘拐じゃん。脅迫状？正直に申し上げます、オフィリア様。私は先ほどまで迷っていました。あなたから種火を奪おうかと。娘のリソはまだ7つになったばかり、今も不安に泣いていると思うと。聖火教会に対して疑念を持ってる人？しかしってことかな。種火を奪うなど聖職者として、いえ、人としてあるまじきこと。司教様、私は覚悟を決めました。娘のことはもう。おい、諦めんなよ。司教様、どうした？どうした？寝てないのかな、ずっと。
心配で。司教様、大丈夫かな。はい、もう落ち着いたようです。相当な辛労だったのでしょう。父が我が子を思う気持ち、それはかけがえのないものです。それを利用するなんて許せません。でもね、野郎だ。私は司教様の娘さんを助けに海岸の洞窟に向かいます。そんな危ないよ。いえ、知ってしまった以上放っておくことは私にはできません。そうだな。大丈夫、心配しないで。はい、必ず戻ってきてくださいね。大丈夫かな。ちょっと話してみよう。ああ、大丈夫そう。はあ、ダメだ、宝箱がある。絶対そのさっき言ってたさ、商人の人が言ってた聖火教会を疑うというか批判してる人たちの犯行ではないのか。でもあの商人の人若干怪しいよねなんかこのタイミングで、ちょっと全然覚えてないけど、このタイミングで再会するっていうのがちょっと怪しいなって思うんですよ。あれ、この人さっきの何してんの。おや、これはオフィリア様、またお会いしましたね。この町での儀式は終わりましたか。いえ、それがまだ少し事情がありまして。それは。そうですか、いろいろと大変なのですね。私も仕事柄各地を巡っていますが、どこも大変なようです。そうなの。ん、とおっしゃいますと。前にも申し上げた通り、病気、貧困、戦乱、天災、なぜ幸せになる者がいる一方で不幸になる者がいるのでしょう。あ、この人結構思想強めかもしれない。やばいぞ。同じ成果を信仰しているのに、この差は何なのかと。こいつやばいな、ちょっと。そして今のうちに仕留めた方がいい。だからこう思う時があるのです。神は本当にいらっしゃるのかと。マティアスさん、私はこのような世の中だからこそ聖火の導きが必要だと信じています。オフィリア様はいつも誰に対してもお優しいですよね。どうしてそのような心持ちでいられるのですか。そうですね、難しく考えたことはありませんが、私はそうしたいからそうしているのだと思います。それは。誰かに欺かれてしまうかも、そうは思わないのですか。はい、確かにそういうこともあるでしょう。ですが。でしたら。人を疑うより信じていたい、私はそう思っています。なるほど。なるほど。オフィリア様のお話は興味深い。今お急ぎでしょうから、お時間があるときにぜひまた。はい。それでは失礼いたします。なんかさあ、あの人は怪しすぎない？ちょっと。なんだろう、思想がだいぶ強めだったから、今後こう、オフィリアの前に立ちはだかってきそうな気がする。あ、ここだ、着いた。うん。ここが手紙にあった洞窟ですね。彼らは一体何のためにこの種火を欲しているのでしょう。儀式を邪魔するため。でも何のために儀式を邪魔してんだろう。はい、ということで今回はここまでで終わりたいと思います。次回もなんだ、誘拐犯倒していきたいと思います。それじゃあまた次回お会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。